ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市南木寺町でありますマンション田村という 2LDK の物件をご紹介させていただきます。まずこちらがリビングのスペースになっております。こちらはですね、オープンキッチンになっておりますので、かなりね、キッチンを広々と使っていただくことができます。でキッチンもかなりね、大きなシンクと、こちら、お好みのガスコンロを置いていただくガスキッチンとなっております。こちら結構ね、水切りとかも大きいのがついてまして、こちら隣にですね、冷蔵庫を置いていただくスペースがきちんと取ってあります。でこちらね、リビングもかなり広々としておりますので、ダイニングテーブルを置いていただいたりとか、ソファーとか置いていただいてもゆったりと過ごしていただけるリビングとなっております。奥がですね、それぞれ洋室と和室となっております。でこちらの洋室がですね、やっぱりかなりね、日当たりの、ね、いい洋室となっておりまして、収納がですね、こちらの扉を開けていただくとこんな感じで出てくるタイプとなっています。こちらに天袋もございますね。でバルコニーがですね、なんと南向きで、もうかなり日当たりも風通しも良くてですね、じゃあ3階のお部屋になってますので、見渡しもね、すごくいいですね。目の前に、ね、田んぼがあったりとか、すごくのどかな風景が広がっております。でバルコニー続いてます。でこちらがですね、6畳の和室となっております。畳もね、すごく綺麗な。収納が出るタイプとなっております。こういうね、ちょっと工夫されてるおしゃれですね。でリビングと、つながってます。こちらがですね、洗面スペースとなっております。じゃあ最後ね、カーテンをかけていただくのもついてますので、すごく便利ですね。でこちらは、洗面台で、こちらが室内洗濯機置き場ですね。向かい側に浴室がついております。でこちら行っていただきますと、お手洗いついてますね。お手洗い自体もかなり、ね、広々としておりますね。でこちら玄関スペースになっているんですけれども、なんとこちらにですね、手術ボックスがついてますので、こう出っ張りがね、ないので、すごくね、広々と使っていただける玄関となっております。こちらですね、テレビ付きのカラーのね、モニター付きインターホンがついております。じゃあ録画機能もついてますので、留守に寝されてる時もどなたか来たかっていうのをこちらで録画していただけるので、すごく便利なものとなっております。こちらの物件はですね、なんと敷地のこの1階部分が駐車場になってますので、屋根付きの駐車場を一緒に取っていただける物件となっておりまして、お家賃もかなりお安めになってますので、すごくおすすめの物件になっています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。賃貸の先では奈良のもてなし、奈良心で皆さんのご来店お待ちしております。以上でご紹介をさせていただきました。またねー。